2週間3週間ぶりにねかぼちゃを見に来たんだけども、結構順調だよ。まあ、ちょっとこっち側ね日陰だから伸びなかったのかな、こっちに来てるんだけども結構順調に伸びてくれてる。びっくりしたわ。うどんこ病も出てないしね。で狙い通りね、ちょっと見づらいかもしれないけれどもちゃんと受粉してくれてます。虫がね、俺が来る前に受粉してあった。この下にね、よいしょ、この下にかぼちゃの赤ちゃんがいるんだけども、これが雌花で、よいしょ、こっちが雄花だよね。よいしょ。で、まあ今受粉はされてたんだけども、この雄花をちょっと待って、手に持ってるからやりづらいんだけどもさ、よいしょ、手でむしってこういう状態にして、でここにね、中等かね、めしべのところにちょんちょんちょんってやれば、これで人工受粉、これが一番確率だよね。ただまあここいつも毎日来れるわけじゃないから、とりあえず虫にやってもらってるんだけども、だから虫も必要なのよ。でこっちも音いっぱいだな、もうハッとしてるな、もう放任栽培だからあちこち行ってるね。でこっから見れば5メートルぐらい伸びてるんじゃない、ほらこの親づるがさ5メートルぐらい伸びてるの、かなり調子いい。あ、ほらほらほら、これがねこれからできる、ちょっとちっちゃくて見づらいけれどもさ、これからの雌花だね。まだまだ先だけどもさ、いっぱいついてる。お、あったあったあった。でかなり前に受粉されたかぼちゃの、実ですね。もう受粉されてるからこのまま大きくなっていくと思うんだけれども、ちょっとこのほら茎ってさチクチクするのがあるから擦れちゃうだろうな、これな、傷ついちゃうだろうな、からちょこっとずらしておいてね、こういう感じ。まあ、できればねこういう枯れ草とかでもよいしょ持ってきて、この下に敷いてあげればナメクジとかそういうのもやられないし、こういうの下に敷くための商品っていうのもあるんだよ。名前なんだか忘れたけどもさ、そういうのもあるんで、そういうの買って敷くのもあり。でこっちがちょこっとどうしてもさこの日陰なんだよね、このこっち方面から来て、午後になればねこっちからこうお日様が入ってくるんだけども、どうしても午前中日陰だからそれを嫌ってこっちにもあんまり伸びてないんだよね。そっちに伸びていく、いいんだけどさ。でちょっとやられてるのかなこれ、あ、なんかにやられてるな、ネズミかな、なんか枯れてるな、しおれてるなと思ったらもう噛まれてる。この噛み跡なのかな、ネズミかな、これはもうダメだね。よいしょ、なんだろう、他のやつがやられないことを祈ってはいるけれども、これ後から出てきたね、ちっちゃいね。あ、こっちもやられてるな、これもやられてる、あれな、でおそらくそれもやられてる、うん、やられてる。4本やられたな。いや、しゃあないけど、なんかこの辺も怪しいけどね。あ、やられてるわ。なんだろう、モグラかなんかなんだというか。よいしょ、任せてて。まあ、特に、よいしょ、5本これで。特に手かける気はないんだけども、残念だな。どうしてもこの場所さ、日陰になるからなのかな。よくないな。でもここ借りてる土地だからこのもみじとか切るわけにいかないしさ、うん、こっちまた陰性のものを何か植えるか来年考えるとして、まあ、こっちはまだいいからよしとして、まあこういう状況だね。基本的にかぼちゃ日当たりのいいところはバッチシだね、あっちとこっちと、うん、もう草刈りは入んないで伸びてきてもそのままにしとこう、つる切るかもしれないしね。あそこにも雌花があるな。あ、これ受粉されてないな。自然も完璧ではないから、ね。あ、ここさもある。ね。かわいいね。これ受粉しておくんだけれども。よいしょ。ね、こういう状態にするんだけど、まだこのガクがついてるから、取って、ツルツル点にして、で、ちょんちょんちょんと、これをやってね。やれば確実。
ただまあ基本放任なんだけど、もう本当に今年うまくいってるわ。雨も適度に降ってくれてるし、あったかいし、なんだからだろうね。ただこっちはやっぱり日陰だからダメだという感じですね。もうちょっとね、来れればいいんだけど、忙しすぎてさ、来れなかったんで仕方ないけど、もう基本ね、かぼちゃってさ、まあ、この一番伸びてるやつ、親づる栽培、あ、親づるだ、親づるなんだけども、これをね、葉っぱが5、6枚かな、ぐらいになったら、こう摘心して、そっから小づるとかを伸ばしていくっていうやり方もあるんだけども、まあ、小づるってどれって言うと、これが、親づるとすればね、この長いのが親づるとすれば、この脇から出てきてる側枝、これが子づる。で、この子づるから出てくるのは孫づるって言って、ね、それぞれ、そっちを伸ばすっていうのが、まあ、手入れをする栽培になるんだけれども、今回は放任栽培だから放置してるっていう状態。放任任せてる。かぼちゃ自身に任せてるっていう状況。なんで、こういう感じ。ただ、あ、ごめんね。親づるの方がやっぱ創生が強い。創生っていうのは草の勢いね。が強いっていうことで、やっぱ、まあ強い、どう強い強いけど、どういうあれなんだかわかんないけれども、とりあえず、草の勢いが強いんで病気も強いかなと思って、放任して俺残すと。例えば、親づる一本栽培っていうのもあるのか。まあ、一級入根かぼちゃっていうのが調べてもらえば出てくるんだけど、青森のブランドであるんだけども、そういうのが、親づる一本で、その親づる一本に一個しかつけませんよっていうやつもあるし、親づるを切って四本、子づる四本にして四本仕立ての栽培にするっていうのもあるし、親づる一本と、子づる一本で仕立てるっていうやり方もあるし、それぞれね、親づる一本の一級入根かぼちゃだったら、間を狭くして、一本だけまっすぐ、綺麗に手入れて伸ばして、んで栽培したりとかもするし、親づるが一番栄養来るから、それに一本で一つの果実しかつけないで、そこに全ての栄養を集中させるよっていうやり方もある。けれども、そこまで手かけられないから、手かけてまで売るブランドを作るのが大変なのよ。俺にはちょっと無理だから、やらないでいます。で、今ちょっと、パッと見てなんかあれ、ウリハムシかなってさ、思ったんだけども、あ、ウリハムシじゃない。二重ヤホシだ。これ、ちょっと気持ち悪いかもしれないけど、二重ヤホシテントウって、ナス科を結構好きなやつなんだけども、うんしょ、結構食ってるね。これテントウムシ、テントウムシって基本ね、肉食の、今虫を食べる、天敵、液中なんだけども、こいつは二重ヤホシ、偽テントウとかいうやつは、葉っぱを食べる草食のやつなんで、害虫になるんで、特にジャガイモとかね、ナスとかやってる時は気をつけてください、トマトとか。こんなに、なんだ、見つけたら、もうこれはね、天敵いないんで、潰してね、うん、俺に見つかったのが運の月よ。見つからないように、ね、生きてればいいのさ。まあ今、まだいるんだ、まだいるな。うん、見つからなければ生き延びれたのに、俺に見つかったからね、やられるのよ。俺が見つけなければ何も放置しててもよかったのさ。な、運が悪いなお前ら。俺が来たからね、見つけたらの見逃せないじゃんね。本当は見逃してあげたいような気持ちもあるけれども、これは運がなかった、残念っていう感じで、とりあえず害虫駆除、まあ探せばいくらでもいるんだろうけど、もうやってます、時々来てね。まあ今こういう状況なんで、収穫楽しみなんで、もう少し待ちたいなと思います。収穫については、それも話しておくか。収穫のタイミング事前にね、お話ししておくと、見どこだったかな、この辺にあったと思ったんだけど、あ、これ受粉できなかったやつだ、これほら受粉できなかったやつ、よいしょ、これ黄色くなってるの、これ受粉失敗したやつ。放任するとこういうことも出てくるよね。で、収穫のタイミングはこの実の上のここのつるにだんだん熟してくると、大きくなってくると縦の線が入ってくるのね。で、その縦の線ならまだなのさ、縦の割れ目が入って横に割れ目が入ってきたら収穫のタイミングなんで、そのことを覚えといて、で、それをそのタイミングで取ったら追熟、どのくらい追熟するかは人によるけれどもね、追熟して食べれば美味しいかぼちゃが取れるんで、ここはまだまだもう少しかかるなっていう感じですんで、
皆さんところ南の方とかだったらもう取れるところもあると思うんで、タイミング逃さないで収穫することをお勧めします。本当に完熟になるとね、オレンジ色の巻き木のかぼちゃになったりするんで、緑色のかぼちゃもオレンジ色になるんで、そういうのを目指して、なかなか難しいけどね、そこまで行くのはね、かぼちゃ栽培皆さんもうまくやりましょう。俺もこれから楽しみだなっていうところで動画終わりたいと思います。